はい、どうも、みなさん、マリモトです。お願いします。ね、毎日動画頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、トミーです。サンタです。はい、お願いします。はい、ということで、もうニヤニヤが止まんないですけど、大好評企画、もう何してもいいですよって今日言って、僕らの覚悟が出てるわけですよ。お坊さんの、僕と、元ヤンの、元ヤンじゃないけどな。その写真の時の、そいつを知ってる人に話聞こうかなと思って、中高一緒の、ずっと一緒にいるやつに電話かけます。トミーもかけ。そうね、じゃあ、結構今も仲いい、高校の時も。はい。ちょっと待って、だから出ないよ。いや、ちょ、いっなんかね、デートみたいにしてた。だ、そうじゃん。そうじゃん。いや、待って、でも結局ララポートでデートしてた。お前がララポートでデートしてるのと一緒だよ。一緒じゃねえわ。逆に俺の友達何してんのかっていうね。もしもし、もしもーし。あ、ごめんね、ちょ、今動画撮ってるんだけど大丈夫？何してた？あ、髪切ってた。俺の友達全員坊主って可能性ある。おう、まあいけるよ、時間あるし。マジ？じゃあ待ってる、ありがとう。最高じゃん。はい、くんじゃん。すげえ。絶対に出ろ。お前電話かけてる数エグかった。いや、だから出れんだもん、こいつ。もしもし。ああ、もしもし、ごめんね。はじめまして。話してくれるの？はじめまして。あ、よろしくお願いします。え、今どこいんの？今ね、エクスピアで。なんか印象に残ってるエピソード的なとかあります？なんか富永、まあ今とそんな変わらないっちゃ変わらないんだけど。おお。まあ王様的な、俺様的な。ちょっと待って、そうな。そう、確かに。ああ、はいはいはい。そう、体育祭の時とか。はいはいはい。騎馬戦のやっぱ上って言ったらはいはいはい、僕とかそうでした。下にも柔道部とかバリバリのでかいの3人の上に富永が乗って。それなんで乗るんすか？俺がやるって。勝ち負けを取るのが騎馬戦なんだけど、崩れても負けだから、なんか全部崩すのも早いなって思って。勝ち負け取ってなかったね。え、ご飯なんか昔から食べてたんですか？ご飯、みんなでご飯、まあ、ラーメン行こうってなるじゃないですか。はい。すごいな。昔からラーメン好きだったんだ。ラーメン大好きだった。部活もやってたわけじゃないよ。部活もあるわけじゃないです。ラーメン部みたいな。あとはまあ勉強。勉強聞いてるのだと、なんか結構苦労したっていうところも聞いてるんですけど。まあまあ、そうっすね。勉強はもう、まあ、富永がずっと頑張ってたって感じかな。ようやくスイッチが入って。いや、逆にそれまではもう遊んでたって感じなんですか？もう遊んで遊んでって感じで。そんなの遊んで遊んで遊んで、寝て遊んで食べて寝て寝て。でも、そう、太一と二人でずっと図書館で二人で勉強した。へぇ、図書室ね、帰り二人になるまでずっとやってて。そうそうそう、クラブ。へぇ、いや、塾行かずにやった。そうそう、最後まで。そうね、だから二人で頑張ろうって。二人とも頭悪かったから。二人で頭を。ああ、でもいいね。そうはなんかやりやすいじゃん。でもなんか結構不思議な気持ちになるね。不思議な気持ちになるよ。トミーをこれからもよろしくお願いします。何なの。はいはい、じゃあね。じゃあね。はい、お疲れ。ありがとうございます。田淵。はい、田淵ね。俺学部も一緒だ。あ、そうそうそう、学部一緒。マジで俺らに多分一番ゆかりのあるやつじゃない？え、中高一緒。中学1年から。どんな人だったの、関東？あのね、何その何か怖い、めっちゃ怖い。なんかめっちゃ怖いな、これ。いや、もともと普通に優等生。あ、まあまあ、それはいいし、キャプテンも言っててね。ああ、なるほど。なんだけど、ストレートね。ちょいちょいね、なんかね、ダセえ部分もあるんだけど。何？え、そういうのマジ嫌なんだけど。え、もっとあげろよ。ダセえなんだ。あえてこいつしか知らないことを言いに来たのか、お前は。こいつコンタクトするのメガネしてたの。メガネってさ、鼻を押さえるこの部分あるじゃん。こいつ片方だけずっとない状態でかけてバスケ真面目にやってんの。かわいい。モテた。だからもう女の子にね、
全く興味がない。あー、そうか。塾こうやって一緒ですよ。で帰り、なんかの流れで俺人生初の下ネタ言うわっていきなり始めたの。おー、カンタが下ネタ言う。今はもうないからね。帰りやな、帰りや。もう何言うの、それは思うじゃん。な、思うな。おなら、おならもなしだから。じゃあどこ、じゃどこがオッケーやん。いや、ないね。おなら以下で。おなら以下。おなら以下って、だってね、おしっこ舐めてる。いや、おっぱいも。いや、ダメだ。おっぱいか、お前何しに来たの。まあまあ見てる。まあまあ見てる前で、おっぱいが言ってた。まあまあ100万回言ったのと一緒だから。やばいな、やばいな。まあ今でこそほら、ね、YouTuber で動画やってますけど、なんかね、卒業記念かなんかの、なんか面白い動画撮ると。ほう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 、カンタが昔に撮ったね、動画。そうそうだよ。俺、でも本当に8年前だから。おぉ、その、多分あれが俺の多分1本目だよね。ね、苦労したわ。それをやった以来から、今まで毎年続いてんだって。その映像を作っていう文化が。あっそう、お前パイオニアなの。まあちょっとしまうねっていうね。だからその時から面白く編集してたからね。あ、そうなんだ。うん、まあ得意、そう、まあ得意だとは、だったとはあると思う。面白い人間だよね。たぶん彼女できたの。この話するから。その話だけしよう。ちょっとその話だけ。好きだよっていう。あ、それ言って乗るよ。マジのやつ。え、マジのやつこれ。いや、マジのやつ。ほんまやで、ほんまやで、ほんまやで。うわ、すげえことになってる。お？はい、ということで以上から水溜りボンドは、まあちょっと過去のね、はい、友達に自分はどういう人なのかちょっとね、いい、聞いてみました。はい、ということで以上から水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。